東アジアでも農業を始めますと人の顔,顔を正面から表現した神様が出てくるということがありますが西アジアでも新ししいい神様が登場しています。これは農業を始めた段階の、まあ、旧石器時代の伝統を引くビーナス像ですね、女性像でありますがそういうものとは全然違う、えー、真っ白なアラバスターという素材を使って彫刻をしたおそらく神様の 男性の神様の像でありますそれと同時にその同じ絵の白いアラバスタ、日本語では石化石膏というような呼び方もございます。が、それでまあ日常とは違うこう、大変こう神聖なま容器を作り、それをこう神様に捧げるというふうなことが始まっております。動物に関しましても、急性刻はいろいろな表現があったのですが、この時代は牛です。とかヤギ羊ですとか。 人間が特別に選んで、まあ関与しているものが造形あるいは絵画表現の中心となってまいります。その祭りにはその一度使うともう手で汚れてしまうような真っ白なアラバスター製の容器があの祭りにこう使われるのです。